御神体の御飛び岩が大空に向かってそそり立つ神倉神社。この地方ではヒキガエルのことを御飛びと呼んでいます。この御飛び岩は日本書紀の神武統制神話に出てくる天の岩立のこととされています。自然石を組み合わせて積み重ねた鎌倉積みの旧内師団は500段近くあり、源頼朝が寄進したものと伝えられています。鎌倉山で毎年2月6日に行われるお塔祭りには、暗がりの中松明を手にした白装束の上り子らがこの旧内師団を我先にと一気に駆け下ります。鎌倉神社は熊野早玉大社の元宮とされ、熊野の神が諸国遍歴の後飛鳥神社に鎮座する前に降臨したところと言われています。御祭神は高倉寺の御事と天照大神で、山上の巨石御飛岩を神の依代と仰ぐ原始信仰の形を残しています。熊野三略記には鎌倉神社から現在の熊野早玉大社の地に里宮として新しく神々を祀ったため、神宮と呼ばれたと記しています。